日本九州地方福岡県福岡市東区、若宮若宮は福岡県福岡市東区の町名。現行の行政地名は、若宮1丁目から5丁目まで。面積は86.76ヘクタール。2021年4月末現在の人口は8,680人。郵便番号は813-0036。福岡市の都心部と言われる。 中央区天神等の北東方面、東区の南部に位置する。北東で水谷、前松原及び、八田と、東で、八田と、南でたたらと、南西でたたら及び、松崎と、西で松崎と隣接する。町域内は一戸建ての住宅を中心とした住宅地の土地利用がなされており、幹線道路沿いは共同住宅も多い。また、古くから、ある幹線道路、 千波や土井線に沿って商店街が形成されている。都市計画に関しては、福岡市都市計画マスタープランにおいて、小建て住宅などの低層住宅を主とする住宅地と位置づけられ、良好な住環境の保全、形成などが目指されている。また、都心部を取り巻く東部、南部、西部の3つの広域拠点のうち、東部広域拠点の南東側に位置しており、 利便性も高い。用途地域は、国道3号の道路境界線から、おおむね50メートルの範囲は、第2種住居地域、北東側の千葉や土井線の道路境界線から、南側おおむね50メートルの範囲は、近隣商業地域及び、第1種住居地域、南側の福岡直方線の道路境界線から、北側おおむね50メートルの範囲は、第1種住居地域、 これら以外の範囲は第一種低層住居専用地域に指定されている。西側の松崎にまたがる山林等の地区に風地地区の指定がなされている。町内の内多くの住宅地等が1970年代の大規模な造成工事により開発された。若宮1丁目から5丁目までを合わせた人口の推移を福岡市の住民基本台帳に基づき示す。 集計時点は各年9月末現在である。鉄道は通っていないが、最寄りの駅としては、九州旅客鉄道の次の駅がある。バスについては、西日本鉄道株式会社が運営するバスが運行しており、次の停留所がある。主な幹線道路は次の通り。町内に、学校は次の小学校が存在する。校区については、小学校区、 中学校区についてそれぞれ次の学校の校区に属する。ありがとうございます。